改めまして、私、株式会社ローカルフラッグの浜田と申します。私はですね、今日登壇する中でおそらく一番若いんじゃないかと思っておりまして、1996年生まれの25歳でございます。大学はですね、関西学院大学というところに行っておりまして、大学在学中に自分の生まれ育ったふるさと与謝野町で起業し、現在地域活性化に取り組む会社をやっております。私たちの会社のコンセプトは、その名の通り地域の旗振り役になるというので、ローカルフラッグという名前で会社を経営しております。自分たちがですね、こう率先して地域でチャレンジを起こし、でその結果ですね、地域を牽引していけるような、そんな会社、そんな存在になっていきたいな、そういった思いで会社を始めました。私たちはですね、まちづくり会社として、いわゆる地域の人材育成や人材確保や移住定住の取り組みをしつつ、自分たちで商品開発をして販売をしていく、地域商社のような動きをさせていただいております。大きくやってることは2つで、まちづくりにかかる人材育成や移住定住やプロデュースの業務と、クラフトビールを作って販売する、この2つの業務についてやっております。さまざまな今取り組みをさせていただきまして、取り組みについてこの後少し深掘って紹介させていただきます。またクラフトビールを作るブランドを2020年からやっておりまして、地域の環境課題と地元産のホップを使った商品開発に取り組んでいます。現在3銘柄これまでやってきておりまして、一番右側のですね、缶ビールを今力を入れてやってきております。私がですね、このように今会社をさせていただいているんですが、創業したきっかけは何だかというと、生まれ育った地域を何とかしたい、そういった思いからでした。私が高校生の時にですね、いわゆる世の中では消滅可能性都市という言葉が出始めてですね、890いくつかの自治体がなくなっていくんじゃないかというふうに言われました。その中で私自身はですね、自分が生まれ育ったこの町が30年後とか40何年後になくなっていくのは許しがたいなと、何度も見てられないなと、そういった率直にそういったふうに思いました。だからこそですね、自分たちがこの地域のために何かできないか、自分たちがこの街を良くしていく、残していくために何か行動できないのかと、そういったことをですね、高校生ながら感じて、将来はこの地元に貢献できる人材になりたいという、そういった思いで会社を今に至ります。またですね、大学生の時に感じたことが、地元に帰りたい、でも働きたい仕事がない、そういったことを率直に感じました。我々の地域ですと、どの地域もそうなんですが、公務員になるか、金融機関で働くか、学校の先生になるか、家業を継ぐか、もしくは資格を取って病院か福祉施設で働くか、これぐらいしか選択肢がない。そういった中で、若くてモチベーションの高い人がですね、地元に帰ってきたい、そう思えるような仕事をこの地域から生み出していきたい、そういった思いで起業をしようというふうに至りました。ただですね、私は高校生から地域に関わりたい、街づくりをやりたい、そう考えていたんですが、最初はですね、起業をするということは1ミリも考えてませんでした。大学生の時にはですね、私は政治家の事務所でインターンシップをするという活動をしてまして、実際にですね、政治家の事務所で働きながら、行政に政策提言をしたり、住民の方の声を聞いたり、選挙活動を手伝ったり、そんな活動をしてました。そういったことで、政治家になったら街が変えれるんじゃないか、地域を変えれるんじゃないか、そんなことを思いながら、いろんな現場を見させていただきました。また全国各地の地域創生、地域活性化でうまくいっている、そんな地域をですね、たくさん全国多分20カ所ぐらい、大学生ながら視察に行って、いろいろと教えてもらったり、自分は将来与謝野町で街づくりしたいんですけども、どうしたらいいですかと、そういったことを相談をさせていただきました。そういったいろんな経験から見えてきたのは、これからの地域活性化に必要なのは、行政とか政治だけじゃなくて、ビジネスで街づくりをやる、そういったプレイヤーが足りないという、そういったことでした。だからこそ、自分自身は起業をしてビジネスで街づくりをしていきたい、そういったことを大学生の時に決意して、今会社を至りました。実際にさまざまなプログラムに参加して、大学生ながら起業しよう、そういった勢いでやりました。ただですね、私たちはですね、2019年の7月に会社を創業いたしまして、資本金たった5万円でですね、事業を始めました。で、実はですね、今思うと本当に勢いだけで田舎で起業をしまして、売上の目でも特に立っておらずですね、最初はですね、アンケート調査をお手伝いする、そういった仕事から、始まりました。そしてですね、20代で起業する人材はですね、おそらく私たちの町にはほとんど、いなくてですね、かなり周りの方から珍しがられたりとか、
応援していただいたり、そういったことにもつながりました。そして私はこの時大学に行きながら会社を作ってですね、その翌年には大学を卒業し地元に U ターンをすることにしていました。そこでですね、役場の方からですね、いろんな提案が来まして、来年度ですね、コワーキングスペースを活用できてないから運用してみないかと、まあ、そういったありがたい機会をいただいたんですね。で、一生懸命プレゼンを作って発表して行政の審査は乗り換えたんですけども、実際に役場にですね、議会に通った時に議会の人にですね、大学生は授業じゃなくて授業に行けと、そういったことを言われてですね、初めてのこう大型案件を失注してしまうというですね、そういったことが大学時代ありました。この経験はですね、今となったらこう笑い話ではあるんですけども、これを案件を取ったら採用するよって言ってですね、社員を取るっていう約束をしててですね、これをなくなってしまったんですね。まあ言うてもその500万とかそれぐらいの案件だったんですけども、ただですね、我々立ち上げたてのベンチャーにとっては非常に大きな案件だったんですけども、それでですね、計画は白紙になったものの、正社員はですね、なんとか採用して、そこからこう今に至るというふうになっています。このようにこう僕がこれを感じて思ったのは、なかなかこう若いから応援してくれるだけでもなく、やっぱりしっかり実績がないと応援してくれないっていう、こう地域のこう厳しさと、なんか若いからもっと応援したらいいのにっていう人もいますし、なかなか応援してくれない人もいるということで、なかなかこう街づくりをやっていくとか、地域でこうビジネスをやっていく上での厳しさや難しさのこう洗礼を受けれたなというふうなことを今となっては思っております。ただですね、ありがたいことに、こういったですね、秘訣も相まってですね、地元の企業や金融機関や、その他行政の方々がですね、こういった若い会社が立ち上がったんだから応援しかないあかんやろと、みんなで応援していこうということで、いろんなですね、仕事だったりとか案件を受けるようになり始めました。実際にですね、創業間もない我々にですね、本当にこうまだ実績もない中で、いろんな地元の企業や、金融機関さんからいろんなプロジェクトをやり始めました。例えばですね、私たちの目標としては、地域で若い人たちが入ってくる、地域に若い人が入って新たなチャレンジが生み出していく、そういったことを目指してさまざまなプロジェクトをやっているんですが、例えばですね、これまで若い人取りたくて新卒採用をするためにリクナビやマイナビをずっと使ってた企業に対してですね、私たちがこう採用のサポートやったってお手伝いをすることになって、全く一人も取れなかったところから5名入社できるようになった、そういったこう地域の企業さんのサポートをさせていただいたりしました。またですね、自分たちもはじめとする地域で新しい起業家や後継者、そういったことを育てていこうということでですね、地元の経営者たちと一緒になってローカルベンチャースクールというものを立ち上げ、この地域で起業や後継者になる人材を育成する、そんなプログラムをやったりしています。実際にこれまで22名のですね、高田参加して、実際にこの地域でですね、法人登記をして会社を設立した人だったりとか、個人事業主で事業を始めた人が今今年だけでも3名生まれてきて、少しずつですね、地域に新しいチャレンジのこう種まきができてきているなということを感じています。またですね、金融機関さんともしっかりと連携してやってまして、地元のこう新入社員向けの研修プログラムなどもさせていただいています。地域の企業に就職すると、基本同期がいなかったりします。いても 2、3人、そういった中でですね、いろんな会社に就職した新入社員を一気に集めて、地域のみんなでこう同期になってもらえる、そんな研修プログラムを金融機関と始めました。今思うとですね、不思議なのはですね、私も大学を卒業して、ほぼ新卒でもあるのにもかかわらずですね、あの4月からですね、新卒向けの研修を一緒にやるという、そういったですね、ことをさせていただいたり、地元の後継者さん向けのですね、勉強会だったりとか、ビジネススクールみたいな取り組みを一緒にさせていただいたりとかもしてます。またですね、そういった、いわゆる事業だったりとか企業向けのプログラムのみならず、地域の関係人口づくりを、図るための、取り組みもさせていただいております。力を入れているのはこの与謝野ホップレンジャーという取り組みで、私たちの町与謝野町は日本でもおそらく、珍しい、特に関西圏でいうとほぼ流通でも言ってもいいぐらいですね、ホップを農業として取り組んでいる町でございます。年間約ですね、1トンから2トンほどの収穫量があるホップの生産地なんですが、このホップ栽培をですね、コンテンツ化していろんな方に手伝っていただく、そんな仕組みを作りをしました。その名もホップレンジャーなんですが、やってることはですね、わざわざ遠くから与謝野町に来ていただいてホップ栽培を手伝っていただくと、そういったことですね。なので来ていただいても給料ももらえませんし、賄いも特にもらえません。
でもですね、このホップという、みんなが飲んでるビールの原料に触れてみたい、この植物の栽培を手伝いたい、ホップ農家さんを応援したい、与謝野町に関わりたい、そういった方々がですね、現在270名ほど登録されていて、年間5回も来てくるですね、リピーターの方がいたりとか、それぐらいですね、こう与謝野町に人を呼び込んでくる、コンテンツになってます。実際にこのホップに関わりたい、ホップをやりたいという理由でですね、この与謝野町に移住されてくる方も今、何名かいたりしてきています。そういったことだったりとか、こういった、保証協会さんと一緒にですね、事業承継のセミナーをやるとか、そういった取り組みを、いろいろとさせていただいております。で、私たちはですね、こう地域で企画をしていろんな案件をプロデュースしていく、そんなまちづくり会社をやりたいなという思いでですね、会社を創業いたしました。で、やっぱり地域でやってるとですね、そういったことをやる会社がないからこそ、やっぱり自分たちがやることの意義だったりとか、価値はあるなと思ってます。これまでですね、東京の会社に発注されてきたものを自分たちがやって、で、それをですね、自分たちが受けることで地元に雇用を生み出して、そういったことに取り組んでいく価値は非常にあるなと思ってました。しかしながらこの取り組みは非常に俗人的であり、こう事業としてのこう天井も限られている、そういったことを思ってました。で、私が起業したのは何だったのかと、その原点を考えたときに、若い人が働きたい、そういった雇用を生み出していくことを実現していくことだと立ち返りました。だからこそ私たちはこういった取り組みをしつつも、しっかりと実業を生み出して、そこで雇用を生み出す、そういったチャレンジをしていきたいなということで始めたのが、クラフトビールビジネスへの参入でした。2020年から私たちはクラフトビールの事業をやっているんですが、西日本で唯一のですね、こうホップ産地である、京都府与謝野町のホップの6次産業化にチャレンジすること、もう一つはですね、日本三景天の発射で環境課題となっている牡蠣の殻を使って海の環境課題の解決に取り組むこと、この2つを掛け合わせたクラフトビールを作る、そういったことを目指して活動を始めました。飲めば飲むほど海がきれいになる、天の橋立がきれいになる、そんなコンセプトのもと、事業をスタートし、クラウドファンディングを始めてですね、多くの皆さんに、共感のもと今、販売を始めています。実際にですね、クラウドファンディングの好評もあり、多くの皆さんの好評の声もあり、現在地元のスーパーや、お土産屋さんとか、酒屋さんでは大体入るような、商品にも1年ぐらい座ってきました。で、ここからはですね、これ大阪、京都の関西圏でしっかりと、売っていけるような、商品を目指して今取り組んでいます。で、そんな我々はですね、他の皆さんに比べるとまだまだ小さい規模なんですけども、年間倍ずつくらいですね、少しずつ、会社も、成長してきておりまして、しっかりとですね、事業も伸びてきています。で、そういったことをやっていくと、それを応援しようっていうですね、上場企業や投資家の皆さんが集まってきたり、それに参画したいっていう若い人たちが今こう集まり続けています。なので、こう地域でですね、こう何もなかったところからこう立ち上げて、火を起こしていくことで多くの応援が集まり、それが大きくなりつつあるなということを今、感じてきております。で、私たちはですね、今日いろんなお話をさせていただいて、いや、君たちは結局何をやりたい会社なんだという思う方もいます。多分ビールだけやってたらいいんじゃないかとかですね、街づくりの仕事だけやったらいいんじゃないかっていうことをよく多く言われるんですが、私たちはですね、地域商社としてビールを売ったり、今後他の産品やるかもしれませんが、商品を作って売っていくことと、地域で移住や人材育成、コミュニティ作りといった街づくりに取り組んでいくこと、この2つを両立していくことで持続可能な地域が作れるということを信じています。私たちがビールを売ることで売り上げが上がって利益が上がって、で、その利益を用いて街づくりや移住や人材育成に投資をしていく、そしてそれを行うことで地域の中での応援や信頼やつながりが生まれて、それがまたですね、商品を買っていただいたり広めていただいたりっていう、そういった事業による影響もですね、つながってくるなと思ってます。なので、商品開発と街づくり、この2つを両立してお金と、そして地域のつながりをこう循環させていく、そんな持続可能な街づくりをやっていきたいなと思っています。だから、この単にビールを作って儲けたい、そういった思いではなくて、この街を良くしていきたい、地域の旗振り役として持続可能な地域づくりに向けて動いていきたい、そういったことを取り組んでいくことで、いろんな方から共感を集めながら今、事業ができているんだろうなということを日々感じております。そういったことをやっているとですね、今私たちの地域の信用金庫ではですね、地域にいいこと、社会にいいことを認証する制度をスタートしました。
その名もソーシャル企業認証制度というものなんですけども、地域の企業の社会性をこう金融機関が認証して、そういったところに対してこう支援をしていったりとか、バックアップをしていく、そういった仕組みが始まりました。まあ、これから本当に ESG だったりとか SDGs の時代が真っ只中でですね、まあ、地域の中でもこうソーシャルマインドを持ってですね、事業をやっていくことだったりとか、地域性と経済性を両立しながらチャレンジしていくということを私も力を入れてやっていきたいなと思っております。まず私たちはですね、まずはそうは言ってもビール屋としてですね、しっかりとビールを販売していきたいなということを考えておりますし、来年にはですね、与謝野町にこう待望のですね、ビール工場ができ、地域でですね、ホップの生産からビールの醸造までできる町へとなる予定になっております。そしてそういったビール屋としてですね、実力をつけていった後は地元の企業で、後継者のいない会社を私たちがこう事業承継を、していくという取り組みや、さらに町づくりにこう投資をしていって、人材育成やコミュニティづくり、移住定住の促進をやっていきたいと思っています。そして最終的に私たちが目指しているのは、行政の予算が限りなくゼロになったとしても、町づくりを行っていける、そんな、地域、そんな会社を、やっていきたいなと、思っております。まだまだこう道半ばではございますが、これからもですね、持続可能な形で地域課題解決でき、まちづくりを行っていける、そんな地域を目指してこれからも活動していきたいと思っております。最後になりますが、皆さんまずはですね、私たちのビールを飲んで応援いただけたらと思っておりまして、画面の QR コードからですね、読み込んでいただいて EC サイトにてビール買っていただけたらと思っております。以上で私の発表を終わります。ありがとうございました。